こんにちは、ドクターネックスです。おそらくは、この動画は、千年血栓変ガチャ以降に、アップされているんですけれども、私の時間は7月30日、選べる星6ガチャ。こいつをね、ついに引いていきたいと思います。皆さんはもうとっくに引いてるってことだと思うんですけどね。まあ僕はちょっとためにためました。んで、何属性かすごい考えたんですけども、待って、なんか音が聞こえづらい。あ、大丈夫か。ちょっと来ない。Wi-Fi 繋いでんだけどなぁ。はい、来た。例えばね、技だったら、火ダメ16の、あれ、ここに、七尾いないの？ホワイトデー、じゃあバレンタイン七尾。あ、入ってないね。バレンタイン七尾。バレンタインハリウェル、あれ？七尾は力か？あ、力だ。ああ、見間違えてた。火ダメはウルキオラ。いやー、それを単発狙いに行くのはな、とかね。で、心がね、僕弱くて、最新キャラ4キャラ、いや、5キャラ、こんな、上段5キャラ持ってないね。当選、いずれが一番欲しいかな。いずれが欲しい。いずれが欲しいなーっていうところで、2段目は、全員持ってる。3段目、あれ、俺結局ゾマリ持ってないんじゃないかな。去年ゾマリじゃなくて、ケンパチ引いてっていうね。あれ、俺、白夜もホワイトで持ってないんじゃないか。覚えてないな4段目はみんな持ってる。5段目は山地持ってないとかね。多分袖の白雪も確か持ってない。望みを持ってないんだよな。心がね、一番弱いんで、ね。心引きます。いずれ、カモン！俺たちが一つに帰るとき、俺たちの力も解放される。君は持ってる。次とっとと終わらせて城に帰るぜ。あんたと一緒にね。これは持ってない。このスターが持ってない。神死にの槍は最長の残白刀やない、最速の残白刀や。今んとこスタークだな。ホワイトでスターク。ドスケベ。いや、持ってないって言ったら望みですね。確か俺持ってなかったはず。戦争なんて始めた瞬間からどっちも悪だよ。まあもうこれはホワイトデースターク一択だな。ドスケベ持ってたね。ホワイトデースタークだけだね、持ってないのはね。はい、じゃあこいつで。行きましょう。いやー、そうするとね、ここの当選引きたくなるよねー。でも千年引く前にこれやるのはアホだよねー。どっちにしろ当選が 1% のピックアップがそのうち来るから。で、最初は平子が欲しいなと思ってたけど、もう、陛下、もう俺は持ってる前提で、きっと俺は陛下を引き置いてるから陛下でいいし、日和はまあ別にだし、持ってないのはこの3キャラなんでね。あ、他レベル上げたいかって言ったら別にだし、いや、ここは撤退ですな。あ、僕の時間で言うと明日、はい、千年血栓ガチャ第4弾をバリバリ回してると思います。果たして僕はしっかりと当ててるんでしょうか。未来に期待しておきましょう。じゃあ、選べる星6ガチャは、一応未承知だったんで、まあ、とりあえず良かったかなというところで、
そう、技のね、火だめ積むとしたらどうしようかなっていうので、はい、考えてました。あと、そうか、千年決戦の、属性をもう一回確認しとこう。心で地、即、キスケ技か。いや、バトル要因としてね、ここにね、駒村じゃなくて山地を入れようかなっていうね。多分そっちの方が安定するんだよね。楽しくやろうぜ。結局ね、結局この10、10、0、楽しみましょう。ここももったいないんだよね。10、10で、10だけどこいつ入れてっから。まあ、ちょっと考えてみたいと思います。とりあえず今回は選べる星6ガチャ。スタック。はい。とっとと終わらせて城に帰るぜ。あんたと一緒にね。はい。今回はここまで。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。